皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年、11月の30日、約16時。まあまあ、だいぶ今日も頑張って、天気押し返してるんですけども、AI の曲と歌詞ですが、非常にハイレベル動向という、まあ、これが69番と70番の間にあるんですけども、あと、音楽界の証拠のところ、これは見たら見たでね、まあ、ちょっと面白い話で、ちょっと、徹底的に頑張ってますんで、まあ、よかったら、まあ、これ見てもらったらいいんじゃないかなと思います。これ見ただけでわかるでしょう。2003年はナルトレッサスリゾートホテルで勤務していたんですが、この歌詞は天然で、これ、プレジャーという曲名でよかったと思うんですけども、プレシャスかもしれないけども、よくわからない。これね、この曲、いろいろとね、歌詞をコロ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 僕の条件に合わせて。まあ、ビーズの元々の、一番すごい曲はこれかなって、まあ、思ったんですよ、若い頃。まあまあ、歌詞はいろいろと、まさか僕のことでいいの。いつ、そういえばなんか稲葉さんとかと電話してたわっていう。覚えてないっていう話にもなるんですけど。ちょっと待ってください。AI の音楽業界のその人たちの、振り分け AI のを作った、正直に言う、海外から曲、海外の人たちで発表した曲が回ってきてません。で、誰が歌うかの話になっていません。で、ちょっとワンピースの方たちとかも見てもらいたいんですけども、あ、これ、なんか二重丸と、届けこの前、今後二重丸と OK のはずなんですけども、力尽きた方かもしれない。途中で。いや、もう取り上げ、なくなった方かもしれない。まあ、基本的に、こういうふうにね、自分の意見だとか、まあ、誰が歌うかっていうところで、例えば、まあ、ピンクロケットと、ブラディ・ウィング・ハガネさんっていう、ワンセット。まあ、ここに記載してる内容とか言ったらいいから。で、ラブリーミラクルとか、この曲はね、山本沙也加さんが歌うでいいと思うんですよ。歌詞とか見てもらったらわかります。あれだけグループがいっぱいいて、まあ、いろいろあったらって、あと、モカさんの名前とか多分出してると思うけども、ワンピースの人たちもうちょっと待ってくださいね。ここもね、山本沙也加さんでいいんじゃないかと。曲のクオリティとかこれ選別するに、一応、ワンピースの人たちとか、この動画見るの急にだと思うんですけど、これね、これ自分で曲聴いて、こういうふうにね、丸か二重丸か、もう OK、二重丸プラス OK まで、ちょっと引き上げなあかん、クオリティをって。もう いっぱいもう、こういうの、この AI 関係のところだけで、もう多分もう50曲以上は絶対聴いてるから、頭がね、ちょっとね、どう言ったらいいんですかね。甘くなってる。甘く。途中で甘くなってきて、で、もう途中から OK とびっくりマークつけるぐらいの曲で、まあ、内容とかも聞いたときに、まあ、新人でもできそうな曲かな、どうかな、女性が歌った方がいい曲かな、どうかな、とか、あとちょっとね、例えばこの曲だったら、最後の方はね、この曖昧な距離で歌ってるんだから、一番最後は曖昧な距離で、一番最大にシャウトを叫ぶような形でね、曖昧な距離みたいな形で叫ばなかった。届かない、これは本当に。届かないって、こう、感情がね、伝わらないっていう意味ですよ。届かないって、もうね、売り上げのことかな。僕もね、まあまあ、まあね、まあ、こちらのエターナルフォースっていう曲だったら、アンラッキーモルフェスさんがとか、曲調とかね、その辺のところも込みでね、考えています。どうします？ふきさん、方向性変えたいんだったら、これ。これ、ちょっと、アンラッキーモルフェスさんの曲は、ちょっとあんまり良くない方向性の曲、どう言ったらいいんですかね、デスメタル、そう簡単に金属なくなったら困るんですけど、あと叫んでばっかりとかと、あと、なんか、あんまり曲上がね、正直言って、顔気にならんっていうような曲が、昔は結構あったんですよ。で、まあまあ、そういうことを考えてね、この曲は、へそちょんと言いながら、曲調はすごいいいんです。
で、まあまあ、前から知ってましたけどね、この間のライブでも見ましたけども、これでも食らえっていう映像、そこをクリックして見てみたら、内容が、日清の UFO 焼きそば、ああ、食らえって食べろっていうことか。これね、どうします？ヘスチョン歌います？そのくらえって、もう指、こういうふうな指、してしまったでしょ、だから。それはそれ。修学旅行。そういうやついませんでした。なんか先生はふざけてもいい時間帯とかを作って、こっからこの時間帯もふざけたらあかんぞって。へそちょん、僕らもあったような気がする、その、へそちょん、なんかあったような気がする。ちょっとこれでごまかしとかなかったら、指鉄砲になるからな。スマップの中居さんも一回癖ついてしまったから、すぐにこうやって隣にと指鉄砲って。まあまあ、その話は置いといて、やっと真面目な話、ワンピースさん、レッドパレット、この曲を聴いて、まあ、どちらかというと、題名を見て、まあ、ワンピースの、イムさん、医療業界の医療を務めると書いて、イム様、本当もともと死んだことになってる大統領とか現れるときは現れました、私の前にはね、少なくとも。で、そういうふうなところから、そう、精神を生産されなくなる薬とかね、そういう無茶苦茶なことを政府がしていた、だから海賊側だっていうね、そういうふうな形で、ただ、著作権とか、ああいう海賊版は絶対無理ですよ。もうあいつらも僕は取り締まりますから。お前らは政府側の悪いことをしてきた人間の、それよりももっと悪いことをしてきた人間だっていうような位置づけでね、取り締まります。で、他にも、サルベージだとかね。だからまあ、これを曲だったら、回想シーンでね、ノーランド・クリケットっていう、黄金の鐘、黄金の鐘イコール、電気の伝導、通電率が、金華銅が高い、まあ、87%です。で、世界中の、河川水門海式ダム発電で大量の、銅か金が必要、で、送電網の見通しがつくと、人口少子化だから、まあ、どこからどこまで、そんなに必要かどうかわからないですけども、まあ、本当はね、これ、金だ、お金を手に入れたで喜んでるんじゃないですよ。金の値は、値イコール、エネルギーの残存量問題、目をついたな。エネルギー、発電させといたらええやんって、あいつもバテようわって。ルフィの時に最大出力一回試してみたらええとか、そういうね、いろんな話から出来上がったキャラクターなんですけども、まあ、そこの回想シーン、もうごめんなさいね、この話、思い出された。回想シーン、感動する話とかもね、ちゃんと入れとかなきゃならないから、バッドエンドの向こう側っていうのはね、バッドエンドを超えていくっていうことでね、この歌詞でもフェイクっていう言葉が一部聞こえるんですよ。文字として歌詞出てきてる可能性もあるかもしれませんけども、ヘッドホンで画面から目離して聞いていた時にフェイクって聞こえていたので、多分言ってると思います。行き着いた者たちの回想シーンを流しながら、ルフィが背負ってバッドエンドを突破してるシーンだから、まあ連打で殴りながらね、いろいろ曲をこうその場のシーンに合わせてで、まあ、当てはめていくと、映像がないので、とりあえず、まあ、自分の中で、どういうふうな、今までの回想シーンになるのかっていうところでね。だから、まあ、海賊でも大将でも、上には上がいて、その指示には逆らえなくてっていうようなね。まあ、この間で言うと、まあ、キザルっていう人が、赤い犬に、現場に来てみろみたいなことをね、言ったと。汚い仕事ばっかりに、汚い仕事ばっかり俺にさせやがってみたいなね、そういうふうなところとかもね、政府上層部の、自分が一番上になった時のことを考えているかって、こんなこと僕二十歳ぐらいの頃から平気で言ってましたから。ちゃんと、もう最初に若いうちからちゃんと言っとこうって。 いろんなやつに言って、誰が政府上層部に登っていくか分からへんから、こんなにたくさん来たら。まあ、そういうふうな話でね。アニメのこういうふうなことに関してはね、本当に敬語なし、ちゃんと言っていいっていうことになってます。歴代の総理。本当です。
ちゃんと天皇陛下にも、認めもらってるし、国連でも認めもらってます。で、まあ、届けこの思いに関しては、皆さんの心に届く曲、まあまあ、これ、2番目のところはエースのシーンでしょうっていうね、歌詞の2番目のところです。子供の頃の優しいシーンとかね、子供の頃に、こう、仲良くしていた優しいシーン、助けてあげたりだとか、そういう風なね、シーンを入れたら、この曲調はかなりおとなしい曲調です。だけども、こういうシーンを入れることによって、この曲調と合ってきます。だからね、音楽優先で、場面作っていくのか、場面映像で映像の方を重視して、作っていくのか、両方作り方あるんですよ。で、ガーブ中将のシーンもね、大将になりたがって、なりたがらなかったことや、どこか世界の改革を望んでいたこと。まあ、これ入れた方がいいと思いますよ。こういうのが、世界の改革とか、政府はこういうとこ変えていかなきゃならないっていうところがなかったら、大将とかなってますから。で、こっそりと、ドラゴンやルフィに期待してるところなど、だからまあ、頂上決戦の時にそれはもう意図的にルフィに殴られて、エースの救出を、見逃してるシーンなど、だからまあ、これ以上書くと笑い話になりかねないのですがって、頭の中で決めて何を考えていたんだと、こういうふうな話になるかもしれませんけども、この一家が改革側の騒動であったとも言えるということですっていう、こういうことなんですよ。全部辿っていくと。で、まあね、他にもいろんな、話がありますから、まあ、それは変えなあかんやろみたいなことも記載してるんですけども、まあ、その辺の曲と、あと、ちょっともう一回、ね、もう一回最初の二重丸だけつけてたところ、もう一回全部歌詞と曲聞き直して、どの曲が。ワンピースとか、どのバンドに当てはまっているとか、どこがいいのかとか、ちょっといろいろ考えては見ます。ちょっとまあ、複数いろんなものをピックアップしといた方が、まあ、ワンピースとしても、助かるんじゃないかなと思います。で、みんな正直に教えてほしい。ちょ、やっと、ストリートファイター6のモカさんの名前出てきますけど、カプコンって大阪でしたよね、本社。で、NMB にいました。そのモカとか集まってきた4人。なんかまあ一応僕のことを先輩として扱ってくれてるみたいなんですけども、まあ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 一応まあテレビに出た出てないで言うと僕は多分先輩だと思います。フルーツアーパークのバーベキューコーナー、何かギネス記録とかをね、作った人物という位置づけであるのであれば、まあ僕なんですよ。僕はテレビの前に出て、インタビューとか、受けていましたから。で、だいぶ経ってから来られても、なかなか話しづらいです。売り上げものすごい下がっても。あれは一時ものなんです。その阪神・淡路大震災の現場を、ね、見に来てもらうために、修学旅行生とかを日本全国ある程度の範囲のところから来てもらって、どうせ修学旅行するんであればということで、するのであればということで、フルーツラーパークに泊まってと。だからまあ、団体のお客様の確保です。一日でも予約の時点で何千人っていうのが普通でしたから。本当ですよ。2000人なんてザラでしたよ。その当時ですよ。1997年、8年、それぐらいの頃ですよ。うん、まあそれぐらいですね。まあ、正しい春から秋ですよ。冬なんか絶対無理ですからね。あんな寒いところですよ。秋ももう11月のもう半ばぐらいから、まあ、それ天気悪かったら絶対無理だからっていう。ちょっとね、モカさんの件に関しては、ホームページ、淡井圭介の履歴の、まあ、ストリートファイター6、メーカーの人でしょ、カプコンさんで。ちょっとね、まあ、いろいろ話、まあまあ、そこからでもいいから、あと、ストリートファイター6、本当にしたい。コメント欄、今日ちょっといろいろ書き込んだんですけど、そこはね、その対戦相手の豪気の人は、豪気の、相手号機の後ろに、やや後ろがちょっと離れたところぐらいに、ジャックパンチ出しながら飛んでいったら、昇竜拳出して、後ろ、背後、ガラ空きになるから、もうそこ、号機の一番いい連続技、全部決め込んで、12連コンボか、もうちょっとあるぐらいの最後投げ技のこれ、そんなところで、昇竜拳使ったらあかんや。分かった。もしかしたら、昔みたいに、竜とか剣の方が、昇竜剣、隙が少ないバージョンかもしれないけども、その人、昇竜剣の隙大きすぎて。もう、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 
自分もつられて昇竜拳空振りして、その後連続は、ボコボコ食らっても、笑ってるから。いや、これはね、スポーツの勝ち負けと同じで、スポーツの試合をしていて、例えば野球で言うと、1、2塁の場面があって、その後得点できたり、1、2塁の場面も相手に作られて、自分たちが今度守備の時にね、それをしっかり守ったり、ダブルプレーで、回避したりだとか、いろいろあるんですよ、スポーツ業界。同じような、現象が起きるんですよ。ファールとかにしても、サッカーにしても。だそれに関して、そういうところどういうふうに、対応していくかっていうところとかがあるんですけども、簡単、あんなに簡単に昇竜拳出してくれる人、あの位置から。いや、その、ちょうど、後ろ、ちょっと後ろぐらいに、これぐらい、後ろぐらいに着地するぐらいの位置に飛んであげたら、空振るから。合議昇竜拳出すの遅いっていうことに気がつきました。で、ちょっとまあいろいろね、そのゲームを見ていていろいろ気がつきましたけども、こっからストリートファイターの曲つけます？まあまあ、次回作はともかくとして、どうします？何か、ストリートファイター6のアニメ。いいの作れるんだったら作ったらいいですよ。ちゃんとした話作り込んでね。だからそれは、1時間半映画とか2時間ぐらいの映画だったとしても、最低でも1部、2部、3部ぐらいで続けなかったら、良いストーリーの作品は無理です。本当に。じゃなかったら深みのある作品とか、そういったものは作れないんで、まあそういう風なところの曲とかも、なんとなくストリートファイターに合うかなっていうような曲とか、まあまあそれはストーリーの作り方によっていろいろ変わってくるんですけども、まあちょっとね、その AI さんからのっていう、このコーナーのところ、まあ、本当は海外からの曲海外でヒットした曲集めてきていません、本当のところ本当のところはそうなんじゃないかなって、そういう話もなんか聞いたことあるんですよ。ロボットが作ったことにしようかとか本当にそうやからって言ってたパターンと、そうじゃないパターンだとか、これね、もうね、本当に大変なんですけども、これ。ブレイクザチェインなんかストリートファイターに合いそうなんですけど、今題名だけで見て言ってますから、この辺とかね、もうこれね、一応20丸つけてるところ、あれ、20丸なくなってるわ、途中。どうだったかな、もう一回聞かなきゃどっちかしても分からへんな。ごめんなさいね、ほんと。この曲数めちゃめちゃ多い。スポーツの勝ち負けと、まあまあ、これもね、いろいろ仕事云々の部分とかがあって、例えばね、競馬で言うと、ソングライトっていう1600メートルが得意な馬がいるんですけども、音楽関係のことをね、動画撮影したりとか、パソコンに、記載していたら、あとこういうのを作っていたりとかしたら、ソングライトっていう馬がね、今年の、G1 安田記念だったと思うんですけど、買ってるんですよ。去年だったかもしれません。ちょっとね、はっきり覚えてないんですけども、ちょっとね、まあ、いろんな効果あるんで、まあ、現場で口裏合わせがあったらもうおしまいですけどね。淡井さんが作ってるのこうだから、もうこれでええんちゃうかって、もう怪我するぐらいやったらこれでええんちゃうかっていう部分と、そんな甘いことしてたら、海外から本気で乗り込んできて本気で勝ちに来る馬がいたら賞金持っていかれるでっていう、仕事は怠けてするものじゃない、それぐらいだったらやめてしまえっていう話とかもあって。なんで馬運ぶのにガソリン使ったのね、走っていかんかいっていう話。それこそ南から北に向かっての、巡業だとか。まあまあ、ちょっとね、あとまあまあ、ちょっとね、あと音楽業界の人たちへのメッセージなんですけど、僕、録画機器がないんですよ。iPad とか使えばいいけども、その間テレビつけっぱなしになってうるさいでしょ。電車も通るし。だからね、曲、ああ本当は10万円の給付金が入ったら、中古のね、ハードディスクドライブ以前のものが差し込めるもの、そこも今まで音楽番組とか録画してたものがあるから、そういったところからちょっとね、まあ今のところ歌詞に一部問題はあるけども、呪術廻戦か何かのアニメで、青の奇跡、北野達也さんっていう人が歌ってましたけども、お笑い芸人としてテレビ出てた、あの人でしょ。
のカードローの CM にも出てましたあ、ね、ちょっとね、最近の曲とかはね、まあ、わからないといえばわからない、まあ、あんまり大したことない曲だったらすぐに僕は離れたくなるので一応ね、グレイの皆さんに関しては、会心の一撃っていう曲に関しては、僕の方で、横文字に関して、どこの国の言語で意味はどういう意味なのかっていうのを、貼り付けておきました。もうインターネットから調べました。もうその意味でね、貼り付けておきました。本当の意味、わかんない。その国の人でもわからなくなることあんない。僕だって日本語。ということです。あと、まあ、ビーズ、この間、ソングスで放送していた時の7月のビーズの皆さんとかも、またアクセスできるようにしといた方がいいんですかね。まあまあ、そういうふうな形で、今日も晴れになるように、さまざまな動画を作ったり、サッカー界のことを言ってました。他にも。今ね、ちょっとつなぎ合わせてる状態です。今、73%。これでも、7コア 16GB のパソコンで、これで飛躍的に動画の部分は速くなりました。ただしね、もう今日もいろいろ使ってたんで、バッテリーの方ももうこういう状態でね、また、Android 端末の方から、曲とか、また、AI さんのやつ調べて、まあ、海外からの贈り物の可能性もあるから、ちょっとそこ頑張って、継続して、誰が歌うべきかっていうところ、まあ、進めていこうかなと思ってます。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知載せてよろしくお願いいたします。皆さんでね、僕の動画、ぜひ見ていただいて、再生時間上げていただけたらなと思います。あと、誰か。メンバーになるってどういうこと、あれプレミアに入るっていうことなんですかね。メンバーになるってことは365日を遡って再生時間でしたっけ。ちょっといろいろ教えてほしい。ごめんなさい、ちょっといろんな意味、いろんなこと、いろんな意味で話し合うこといっぱいある、いっぱいある。特にコンピューター関係強い全員もいっぱいあるからお互いメンバーになった方がいいことぐらいよく分かった。ある意味助け合いって、いやもうそこそこ、でも、もう、淡井圭介中心、とりあえずスポーツ業界から何からやればね、くっついた。海外。世界中の、いやもう、だって淡井圭介のこと知ってる一般人の人いっぱいいますもの。本当に。パリオリンピックで僕はテレビに向かって説教でね、現場、コンピューターさん、現場の人たちに伝えてくださいの方法で、で、いろいろエネルギーの残存量問題についてあれこれ言ったときに、もう会場ではこれもんでしたよ。もう全員立ち上がって一般のお客さんから。それで日本ちゃんと買ってましたから、卓球。途中ね。あれ、毎日言うのちょっと無理です。夜中から明け方にかけて、なんか、こんな時間にこんなこと言うとってええんかなとか思いながら。っていうことになってるわとか、そういうふうな声とか聞こえてきて、一応それでね、まあ言ってはいたんですけど、まあその動画ちょっとテレビ局の方で探せませんか、卓球の試合だったんですけども、本当の映像持ってきてくれませんか。まあ高島屋アナウンサーとか、高島屋アナウンサーとか分からへんから、長い間見てないと。高島屋も顔変わってる時は変わってるから、あんだけ顔変わったらもう、わからへんから、自分から、違った、全員ちゃんと自分から身分証明書、運転免許証とか持ってる人は、自分から、身分証明書を見せたらいい。で、テレビ局の誰それです、どういうふうな仕事をしてたら誰それですっていうことを言ったらいい。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定、よろしくお願いいたします。もう一応頑張ってます。以上です。今なんか耳から涙です。